沖縄大好き夫婦が行く2泊3日沖縄旅行。前回は北谷町にある老舗鉄板ステーキ屋さん、ステーキハウスキャビタルさんに行って、目の前の鉄板で焼いてもらったステーキとサラダ、スープ、ドリンクバー、そしてパンかライスを選べるところ、150円プラスしてガーリックライスに変更して、柔らかいお肉とともにお得に美味しく楽しくお腹いっぱい大満足のお昼ご飯を食べてきました。今回は食後のデザート、沖縄ぜんざいを食べに向かいたいと思います。それでは今日の動画スタートです。ベッセルホテルです。今作ってるんです。まだ完成じゃないの？まだです。コーテもついて、なんか家具も入ってそうな雰囲気。ここ海見えないよね。海見えない。でもここのなんかバスケットボールの試合見に来る人にはいいよね。ああ、でも春のキャンプもいいじゃん。カーペットのところだった。ああ、カーペットさついてた。なるほど、めっちゃ近所、歩いてすぐ行ける。そうだね。ここにカーブもなんか貼ってあって、はいはいはい、歓迎入れて。バス停は伸びた。なんかいっぱい。マジか。マジか。そのビニールから垂れてきてる。どこどこどこ、向こう。どこ、こっち。
トップで食べていく。うちうち。うわあ。これあの氷だけだからいいね。問題はこの甘いのがついた練乳の味がしてるところ。ああ。これも朝一緒ね。すごい。もう溶けるめちゃ早い。風吹いてるから気をつけて。あそこ待ってる間に剣玉できるね。なんだろうね。激ヤバゾーン。僕らが最後食べ終わったらもうキュッてしてんやん。まあ暗けや。なんかさっぱりしていいね。うん、お口の中が、うん、もうニンニクやったらもうずっと、うん、あ、白いとこか。なんもとがへん。ここの白玉、一番美味しい。あ、うん、一番一番美味しい。あのね、氷に入れるとイメージですね。氷の冷たいところに入れたらなんか白玉って硬いくなるイメージあるやん、違うね。白玉が溶けてんねん。なんていうの、あのお湯に入れたらほらお餅ってわーってなるやん。そんな風になってる。一個も食べなかった。だからダメ、いらんって言うたから食べたけどめっちゃ美味しい。最後の一粒すっごい美味しかった。ほんとほんと、すごいで、あの溶けた感じがするね。すっげえ。そうだ、なくなる前に言ってよ、一番美味しいと。だから今、だからもう一人ずっと味わいながらこうやってお餅か、あ、餅でか白玉をファーって溶けて、これ美味しいね。これあたり、これあたり、ちょっと食べるの苦労やするけどね。この袋でカバーしてくれてるけど、もうボロボロよ。もうレンタカー大丈夫かっちぐらいいっぱい落としようよ。大丈夫。この下やぶほんのよ、うん、塩せんべい、塩なの、塩っぽい。あ、塩、うん、ちょっと湿けてるわ。ちょっと塩っぽいのが食べてんね、うん、口直しじゃないけど、ちょっと、うん、でもそんな甘ないけどな。ってことは近いってことやね。チキン。あ、そうか。チキン買って帰る？でもあれ公園から出てきたやったから、だからちょっと遠いんか。あ、そうだね。青空。青空です。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。